この問題はですねあのそもそもこのここを答えるためになぜこの3分もまあ正確に言うと1.5往復のやり取りが書かれているのかというと今回これどれが答えになるのかを絞るためにはですねこの「That's too bad」がないと答え絞れなかったんですよ。で一体どういうことかと言いますと「Do you stop tomorrow? think the rain will stop tomorrow? 明日雨が止むと思いますか?」って聞かれて「いいえ」 となっているんですよね。で、この後ろに何が来るのかってことで、まあ、ざーっと見たときにですね、えー、I hope not. I am not afraid. I don't hope so. I am afraid not. さあ、どれが答えでしょうかって言われたときに、まあ、よく使われる表現としては、この I hope not と I am afraid not。この二つはよく使われるんですよね。で、二番、三番というのは、まあ、この応答表現としては、まあ、不適切。 とということになります、まあ、だからまずこの2つでどれだろうかって悩んでほしい問題だったんですよ。で、まあ、厳密に言うとね、まあ、ここに「NO」が入っているのでそこで見えてくるところもあるんですけれども、まあ、やはりここでね「That's too bad」「ああそれはお気の毒ですね」っていうふうに言っているというところが最後の決定打になるかなと思います。どういうことかというとこれってあの好ましくない事柄に対して「ああそれはお気の毒」と言ってるわけですからここには好ましくない内容が来ないといけないんですよね。 ったときに一番の I hope not っていうのはこの not はですね。まあ実はこの not はこちらもこちらも同じ働きをしていて、これって直前の文章の否定形を表します。で今回の場合であればその前文って一体何かと言いますとそれはですね、それはここです。 The rain will stop tomorrow rain will つまり、えー、これを not にすると、the rain will not stop tomorrow。となりますよね。ということは、これどちらを入れたとしても、明日雨はやまないだろうって内容なんです。となった時にですね、まあ、私はやまないだろうと、で、hop はこれね、プラスなんですよ。あの、好ましいこと、要は降らないことを。 やまないことを期待します。あの、降ってほしいって思ってる時には1番なんです。4番だったら、いや残念だけど降っちゃうんじゃないかな。つまり、好ましくない事柄として、これを受け止めてる。つまり、これ、ノットの内容そのものは1番と4番一緒なんですが、それを肯定的にとら、あそれを好ましい事柄として、このノットの内容を捉えているのか、好ましくない事柄として、ノットの内容を捉えているのかの違い。となってきたら、これ、that's to bird でお気の毒と言ってるわけですから、答えとしては、I am afraid not。 ととといいいううのがが入っててくるというここになります、まあ、これも書いてますすも書ホープは自分にとって良いことを期待する場合でありそして Be Afraid は自分にとって良くないことが起こりそうな場合に用いるんですよとなってきたら、まあ、That's too bad、えー、という内容に合わないので、まあ、Be Afraid を使っている I am afraid not が正解ということになりますが、まあ、もう一つ大事なポイントとしてここですねこの not、まあ、本来ここには目的語にあたる名詞的なものが来るんですが、まあ 今回だったら文ですね、えー、この「文」を表すんだけど「not」単体で文の位置に来ている場合には前の直前の文章の否定形を表すよということもちゃんと押さえておいてください。